皆さん、はい、スターギターさん、はい、ワンダマトラック、5回目来ました。まだまだいけるでしょ。テンポね、遅いのやってない。2回目だっけ、やったやつぐらいか。110とかそのくらいいってるし、100以下にしましょう。5回目はヒップホップ、ヒップホップみたいな。でもなんかサンクラだとね、ナイスペリュー、なんか外人が一番コメントくれるよ。あら、じゃあちょっと今までと違う四つ打ちから離れた、離れたスローな四つ打ちを、はい、四つしか分かんないということで、はい、はやってみましょうかね。ではちょっと、あ、ちょうどいい。あ、じゃあスタート、スタート、はい、行ってみよう。もう見慣れましたね、この光景、このマシーン、マシーン85ぐらいにしとこうか。めっちゃ引っ張ってる。ああ、こっち系にしとこう。もうちょっとエレクトロニック欲しいよね。やった、これでエレクトロニカっぽくなったね。で元のビートパス、スネア鳴らさなければ全然エレクトロニカだね。でも俺アイシアキー狭くするの好きなんだよね。ステレオ感をなくして、ならない。はい、なりませんね、今日も。これはハードだから。あ、こっちのこの俺の音源か。あ、これはモチーフ。お、モチーフなった。なった。楽しいからね、なんかね、いろいろね、いろいろやっちゃうでしょ。そう、考えるんだよね。立ち上げるかな。モツ、このダウソフトのメーカーが作ってるサンプラー、コンタクトみたいな感じか。そうそうそう。ダメだ、めっちゃワンになってきた。ワンはいいんだけど、ワすぎる。違うな、やばいな、作ったものがどんどんなくなってく。これすごいね。いいですよ。あ、これはね、リアクターのなんだっけ。リアクターってみんなこんな使ってるの。これはないですけど、リアクターなんだっけ、もうなんか。
部屋がたまに勝手にもう輪になってるよね。勝手にじゃないですよ、自分でこうでき始めて。お、出た重いやつ。重い中国の、中国だよね。中国で以上になんかぐるぐるしてますね今回。国籍が定まらない。いつもより時間がやばい。数字打ち込んでるっけ？さすがにできないね。入んないなペダル。今日大丈夫と思ったら今日はペダルが入んないんだね。なぜか。でも今まででちゃんと、ちゃんと展開作ってるよ。で今まではちゃんとやってるでしょ。すっごいアジアだな。どうしようか、完成すんのかな。ね、怪しい時間になってました。あー間違えた、こっちじゃない。まさかの初めてのできないパターン。ダメですよそれ。ワンダワーでトラベルしてんだから。やばいよ。めっちゃ迷われてる。スターギターさん初の、はい、初の未完成の恐れが出てまいりました。あと15分です。やっと終わった。ならなくなった。やばいです。スタギタさん言葉が少なくなってます。あと8分で果たして。さあ
間が、あと3分、あと3分、あと3分か。お、まだやりたいことが残っちゃってる？あと2分です。リバーブがかかってなかった？リバーブもっとかけた、もっとかけたかった。あと1分切ってるよ。あーっと、でも形にはなってんだよ。ギリなん、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああよかった。本気でよかった。もうほぼ喋らずに今回は進行するってですね。焦った。スリリングな展開がなってました。コーヒー飲んでないもん。完全にダメでしたね。ダメでした？完全に、いや、あの別に曲としてはいいんだけど、うん、追い込まれてましたね。なんかね。ポップスになりすぎて途中でちょっと恥ずかしくなっちゃってね。なんかこれ違うなってなってやり直そうとしてましたが、タイトルはどうしますか。ワンダワートラベル5作目。じゃあラウンドアラウンドで、ラウンドアラウンド。いや、そんな長くないと思う。本当？あー、でも3分ない。3分、あ、3分ない、うん、へえ。ではじゃあサクッと聞いてみましょうか。はい、ラウンドアラウンドです、うん。難産でしたね。あーね、メロディーを作ろうとしすぎた。まあでもいいんじゃないですか。たまにはこういう異色な感じの曲もあって、ちょっと不思議な曲になって、結局作ったメロディー全部消したかな。でも逆にそれでちょうどよくなるっていう、うん、はい。ということでワンナウトラブル第5回目、お送りしました。第6回目はきっとサクッと進むような気がサクッと進みたいなしております。いやー、焦った、ほんと焦ったけど。次はどんなのを考えてるんですか。次どんなのやろうかな。90年代やったから次80年代、0年代みたいな。エレポップ系の。そうですね。テクノの歴史を追うみたいなのも。いいんじゃないでしょうか。はい。じゃあそんなこんなで、ワンナウトレベル5回目、ラウンドアラウンド。はい。聞いてみてください。ぜひ。さよなら。さよなら。今回は見てる人楽しいでしょう、これ。逆に。